こんにちは、そこそこまあまあのワートリ考察チャンネルです。今回についても本誌223話のネタバレがありますのでご注意ください。ちなみに前回については A 級隊員のディベートの内容について考察をしていきました。こちらについてまだ見てない方、よろしかったら概要欄から見てみてください。では今回の動画の内容ですけども、今回は戦闘シミュレーションの2日目について考えていきたいと思います。ではまず戦闘シミュレーションで見える狙いについて整理しておきたいと思います。まあ、ここは僕の個人的な見解ではありますけども、目的としては2つあるんではないかなと思ってます。で、1つ目がサポートユニットの能力を介して A 級隊員のパラメーターを、まあ、それぞれ選抜試験の戦闘シミュレーションをやっている隊員が把握できるという側面があると思います。まあ、こちらについては長時間戦闘試験で A 級隊員が参加するということで、まあ、そういった横に近いところの要素もあるんじゃないかなということだと思います。もう1つについては、まあ、これについては完全に個人の見解なんですけども、長時間戦闘試験は、まあ、僕はあの集団戦闘になるんじゃないかっていうふうに思っているので、まあ、そのシミュレーションも兼ねているのではないかというふうに思っています。で、まあ、その長時間戦闘試験を集団戦としてまあ想定しているといったところの部分が、まあ、唐沢さんがほのめかしていた残りの3割のところにもつながっているかなと思っているので、まあ、ここ考察している動画もあるので、まあ、こちらもよかったら概要欄から見てみてください。ということで本題の2日目の戦闘シミュレーションについてなんですけども、1日目と2日目については、いくつか条件について違いが出ています。まず1日目については参加している各隊員のユニット数が、まあ、各隊員数 ×2 っていうところに加えて、まあ、あのサポートユニットが1体というような状況で展開をしています。一方で2日目については各隊員の数 ×3 ユニットという形になっていて、まあ、あの1人ずつ増えているので合計で4体増えているという状況になっています。まあ、さらにサポートユニットについても2体が追加をされている形になっていて、まあ、隊員の内容も違っているということで、1日目と2日目については条件が若干異なっているというようなのが特徴的になります。で、まずそのユニット数がまず変化しているということの影響を考えていきたいと思うんですけども、まあ、これによってさらに各部隊のカラーが鮮明になっていくということが考えられます。でもここについて具体的に考えられる影響としては、まずより集団戦という要素が増えていくかなということで、まあ、かなり戦術の要素のウェイトが大きくなっていくということが考えられます。まあ、さらにアタッカーが集めの部隊だったりとか、まあ、あるいはガンナーが集めの部隊といったように、まあ、ポジションの比重がまあより大きくなってくるということで、まあ、そういったところから先ほど言ったように各部隊のカラーが少し鮮明になってくるのかなというイメージがあります。あとは単純にユニット数が増えるということで、まあ、操作する側の負荷が拡大していくということで、まあ、この負荷の拡大っていうところに対して、まあ、ブロッコリーがどう対応していくかっていうことが一つ見どころになるかなと思います。まあ、そういった影響から生じる具体的な変化っていうところを考えていきたいと思うんですけど、まず一つ目については、まあより1日目の方がですね、このコマの強さっていうところの影響が大きかったかなと思うんですけども、まあ、それよりも数が増えていくということで、まあ、陣形だったりとか、まあ、そもそもの数の多さっていうところが物を言うような状況になると思われます。まあ、ここについてはガロプラの、まあ、射撃戦っていうところの部分が一番イメージには近いかなと思っていて、まあ、アイドラが例えば集団で一人一人は弱いんですけども、単純に数が多いので、まあ、そこのところについて戦い方がやはりボーダー側についても集団戦でやらなければいけなかったというような状況がまあ似ているかなと思いますね。まあ、さらに数が増えていくということで、でまあ今言った話に関連してくるんですけども、浮いたコマが殲滅をされやすいというような状況が生まれると思います。まあ、というのが、まあ、それぞれ動かすコマの数が多いので、まあ、例えばですけどスナイパーを狙ったアタッカーを他のコマが 2,3 体で待ち伏せをしていってそれで包囲するみたいなことだったりとか、まあ、あの単独で動いているようなコマが戦術でハマってしまうと、まあ、すぐに殲滅されやすいような状況が生まれるのではないかなということが考えられます。で、まあ、さらに、まあ、ユニット数が増えるということで、各隊員のユニット数 ×3 という状況なので、まあ、単純に12体いる状況で、まあ、プラス2体で14体いるので、まあ、小隊レベルで考えると、3から4小隊ぐらいまで分割が可能になるというような状況になります。まあ、ここについては、一部隊を陽動に使ったりだったりとか、それぞれ分割をした状態から、奇襲を仕掛けたりといった戦術的なオプションがより付与されていくということで、まあ、先ほど言ったように、戦術の部分がより効いてくるかなということが考えられます。続いて、サポートユニットの違いについても見ておこうと思うんですけども、1日目のユニットについては改めて振り返っていくと、まあ、立川と泉、さらにトーマーで風間さんというような陣容から1体チョイスするというような状況でした。で、2日目については草壁隊の里見、佐伯、緑川、宇野、嵐山隊の嵐山さん、悟り、トッキーから2体をチョイスするというところが違っています。で、まあ、このユニットが変化することでの影響というところも見ていきたいと思うんですけども、まず初日の4人については、まあ、各ポジションのトップであるということがまず大きなポイントになります。まあ、そのため例えばアタッカー重視の部隊が、まあ、さらにアタッカーを加えることでその部隊の尖りを大きくするっていうことだったりとか、
まあ、逆にスナイパーがいない部隊にトーマを入れることによって、まあ、弱点を補填するみたいな、まあ、どちらの方向性でやってもかなり効果が大きいというのが特徴になります。まあ、例えば特徴を強化していくっていう観点で考えていくと、まあ、元々アタッカー寄りの部隊編成になっている宇田川隊だったりとか小寺隊のところに風間さんを加えることによって、まあ、より特徴を強化していくというようなパターンが一つです。で、まあ、もう一つとしては、まあ、荒船と撹乱するっていう目的もあると思うんですけども、まあ、射程面だったりとか、まあ、そういったところから、まあ、トーマを入れることによって少し補填されるっていうイメージの水上隊だったりとか、まあ、あるいはアタッカーがいないところに風間さんを加えることでアタッカーのバランスを取る二宮隊みたいな使い方っていうところの、まあ、大きく二つ分かれるかなと思うんですけども、まあ、そのどちらについてもそれぞれサポートユニットの性能が高いので結果的に各部隊のバランスが非常に良くなっていったりとか、まあ、あるいは特徴がより強化されるといった、まあ、非常に使いやすいっていうところがあるかなと思います。まあ、一方で2日目のサポートユニットについては、まあ、里目については泉と同じような形で射撃性能が抜けているっていうことが想定はされるんですけども、まあ、それ以外のところに考えていくと、まあ、オールラウンダーはどちらかというとバランス型かなと思うんですけども、緑川とか、まあ、宇野、悟りといったあたりについては結構癖があるかなということで、まあ、そういったところから2つに分かれるかなというような印象です。で、まあ、さらにそこから2体を選択するということも踏まえて、まあ、1日目よりもかなり戦術面を意識してサポートユニットを選ぶというような必要性が出てきます。まあ、例えばですけどもバランスをいい状態で行きたければ、まあ、嵐山さんとトッキーを選択するみたいなパターンもあると思うんですけども、まあ、より癖を強めにしていくっていうところでは、まあ、例えば緑川と悟りを取るみたいな形だったりとかっていうことで、まあ、大きく戦術の方向性が変わってくるみたいなイメージですね。まあ、それによって特に影響を受けやすい部隊っていうところを考えていくと、まあ、一つ目がアタッカーを使ってた部隊ということで、まあ、こちらについては立川と風間さんが緑川に変わっていくということで、まあ、緑川軌道11で軌道は上がっていくんですけども、総合的なバランスっていうのはやはり立川や風間さんの方が高いっていう形になってくるので、まあ、その辺のバランスがちょっと崩れていくっていう形になるので、まあ、より軌道の部分を尖らせる形での戦術調整なのか、あるいは少しバランスを取って最強を使うみたいな感じに落ち着くということが考えられます。あともう一つスナイパーを使っていた部隊っていうところも少し調整が必要かなということで、まあ、ここについては主に射程の部分で、まあ、トーマについては射程が10あるんですけども、サトリについては射程が8で、まあ、宇野もメインがライトニングっていうことを考えていくと多分サトリと同じぐらいで、まあ、8か9ぐらいだと思うので、まあ、そういったところから射程が少し下がるということも考えていくと、スナイパーの運用についても多少調整が必要になってくるかなということで、まあ、スナイパーについても特に戦術面のところを意識して動かしていくっていうことが必要だと思います。まあ、さらに宇野とサトリについてはそれ以外でも結構能力的に癖がありそうなので、まあ、ハマる部隊にはハマると思うんですけども、まあ、汎用性っていうところに関してはトーマよりは下がるかなというような印象ですね。まあ、そういったところを踏まえて、まあ、かなり感想には近いんですけども、各部隊の運用を予想していきたいと思います。まずスワナダ番隊については、まあ、僕の予想としてはオッサムが戦力的にきついかなということで、まあ、アタッカーか射撃のところの部分を厚めにするのが無難かなと思います。なので、まあ、普通に考えていくと、まあ、射撃を厚めにするために里見を入れて、まあ、あとはバランスを少し取るために嵐山さんを入れるというような使い方が、まあ、あるんじゃないかなというような印象です。まあ、仮にオッサムがサポートユニットを操作するということであれば、まあ、緑川が仮想ユーマみたいな形で使いやすそうかなというところもあるので、まあ、そういったところもあるかもしれないかなと思います。まあ、ただ2日目については諏訪さんがネタ集めをするということを宣言しているので、まあ、どれかに偏らせるというよりはまんべんなくサポートユニットを使っていって、まあ、そこの中のネタを探していくっていう可能性もあるかなと思います。続いて水上9番隊については、まあ、基本的には1日目の戦い方が軸になるかなということで、スナイパーは1枚入れるんじゃないかなということが考えられます。まあ、ただ先ほど言ったように射程が若干ダウンしていくというところだったりとか、スナイパーのタイプが変わるということなので、まあ、ここについては軌道を重視するような戦術を取るんじゃないかなということが、まあ、予想されるので、まあ、ここについては宇野を使うんじゃないかなというふうに思います。まあ、というのが1日目が町から の, 射撃連携で包囲して殲滅するみたいな戦い方をしていたので、まあ、そういったことを考えると、まあ、宇野とか緑川みたいに動きながら攻撃ができるような、まあ、サポートユニットの方が、まあ、よりその作戦を強化できるかなということで、まあ、この2枚なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、あと宇野以外でもう1枚入れるっていうところになってくると、まあ、包囲殲滅っていうところを考えていくと、まあ、撹乱要因だったりとか射撃連携を意識して、まあ、機動力のある緑川を入れるというところが無難じゃないかなと思います。続いてクソゲーの二宮8番隊については、まあ、アタッカー系を優先するということが引き続き考えられるので、緑川がほぼ確定というふうにまずは言えると思います。そこからですね、まあ、もう1枚については、まあ、こちらもどちらかというとアタッカー寄りなんじゃないかなということで、まあ、あとはエスクードと相性が良さそうっていうところも踏まえると、まあ、再起っていうところが無難に落ち着くんじゃないかなというような印象です。まあ、嵐山さんでもいいとは思うんですけども、メテオラ要因がいっぱいいるので、まあ、そういったところからの補完性で考えるとエスクードを使える再起の方がいいんじゃないかなと思います。
まあ、続いて村上10番隊については、まあ、ここについては村上とくまちゃんの守備力を起点にクラウチと進みのまあ効果力の方向性を強化していくっていうことが考えられるので、まあ、基本的にはそこを軸にしながら射程を強化する形で、例えばですけどもサトリと宇野スナイパーを2枚入れるっていうこともあるんじゃないかなと思います。まあ、ここについてはガンナーでもいいかなとも思うんですけども、まあ、鈴なりとナス隊にそれぞれ、まあ、あのスナイパーがいるっていうこともあるので、まあ、そういったところも踏まえるとスナイパーの扱いが、まあ、しやすいかなということも含めてサトリと宇野でもいいんじゃないかなと思います。続いて宇田川一番隊ですけども、まあ、舞台のコンセプトだったりとか、まあ、初日の戦い方っていうことを考えていくと、まあ、普通に相性的に考えていくと緑川はこちらも確定的かなと思います。まあ、そこからもう一人どうするかっていうところなんですけども、まあ、カメレオン要員が今回についてはいないので、まあ、そういったところを考えると機動力が高い隊員を使うかなということが考えられます。でもここでポイントになるのが佐伯の軌道がいくつなのかっていうところではあるんですけども、まあ、仮に佐伯の軌道が8であればトッキーや嵐山さんよりも高いので、まあ、そういったところを踏まえると、まあ、さらにエスクードも使えて、まあ、身を隠せるっていうところも踏まえて、まあ、佐伯が使いやすくなるんじゃないかなという印象です。で、まあ、仮に佐伯の軌道が7であればおそらく嵐山さんよりも特殊能力的なところでサポート面の能力がトッキーの方が高いんじゃないかなということが考えられるので、まあ、そういったところとテレポーターを使えるっていうところも踏まえて、まあ、トッキーが使われるんじゃないかなっていうことも予想できるかなと思います。続いて個人的に一番気になっているのが小寺の舞台です。でここについてはキトラを1枚使ってサポートユニットに、まあ、嵐山さんとトッキーを使うことによって嵐山隊が結成できるので、まあ、あのここの舞台についてはぜひ嵐山さんとトッキーを選んでほしいなと思います。で、まあ、単純に嵐山隊が結成されることによってキトラがおそらく操作しやすいと思うので、まあ、そこにさらに小寺を1枚加えると疑似嵐山隊の操作ができるということで、まあ、そういった疑似嵐山隊をキトラが操作して活躍するみたいな展開は普通にありかなと思うので、まあ、ぜひですねそういったところを見てみたいなと思ってます。まあ、そうなるとミューラーの存在感がさらになくなっていくということが気にはなりますけども、単純に戦闘シミュレーションで嵐山隊を見たいなと思います。最後ジャクソン11番隊についてはユーマだったらヒュースが動かしやすそうかなということで、まあ、緑川だったりとか、まあ、あるいはジャクソンとか笹森が、まあ、ガンナーで動かしやすそうだなということで里見あたりっていうことがあり得るんじゃないかなと思います。ただ個人的には唯一無二のスナイパー3人である荒船隊の特徴を生かして半崎が宇野とか悟りを動かすようなパターンが見たいなと思っているので、できれば宇野か悟りを取ってくんないかなというふうに思ってます。まあ、あとは株を下げまくっているジャクソンがこのタイミングで株を上げるというような展開が来ることを望んでます。といった感じで、まあ、7月については休載となりましたけども、次回を楽しみにしながら妄想をしていきたいと思います。ということで今回の動画については以上になります。またよかったら次の動画でお付き合いください。ではどうもありがとうございました。